ヘコアユは、トゲウをもく幼児をあもく、ヘコアユかえ、コアユ族に属する魚。太平洋西部からインド洋にかけてのサンゴ礁などに生息し、日本では相模湾以南で見かけられる。頭を下に向けた独特の姿勢で泳ぐことで知られる。ヘコアユの体は細長く、かつ極度に側変しており、腹部は極めて薄い。体の表面には、鱗はなく、代わりに、 背骨とつながった甲板と呼ばれる鎧状の組織に覆われている。感情の糞の先端に小さな口があり、歯はない。体側面にはほぼ全身にわたり黒い縦体が走っており、同じヘコアユカの近縁種、鎧魚とはこの縦体の有無で区別される。ヒレの付き方は体を縦にして泳ぐのに適応した独特のものとなっている。体の最後部にあるトゲは、 尾ひれではなく背びれの第一棘が長く伸びたものであり、背びれの残りの部分や尾ひれ、尻びれは腹側へ移動している。これらのひれは、養魚器には、通常の魚と同じような位置にあり、成長に従って移動する。イン、プラハシーアクアリウム蒸気の通り、ヘコアイは、通常お頭部を下に向け、体を縦にした状態で漂うように泳ぎ、動物プランクトンなどを食べて暮らしている。 海藻の周りに群れていたり、特に小さな個体がガンガゼの棘の間に潜って強制しているのが見かけられ、側変した体型と黒い縦体模様によって海藻やウニの棘に擬態しているとされる。なお、敵に襲われた場合には普通の魚のように体を横にして高速で逃げることもできる。和名にはアユとつくがアユの仲間ではない。ヘコは、逆さ、アユは、 歩むを意味し、その泳ぎ方から名付けられている。英名のシュリンプフィッシュは、鎧に覆われた姿がエビに類似していることから、またレイザンフィッシュは薄く鋭い体をカミソリの歯に見立てたものである。小さく肉が少ないため基本的に食用にはならない。一方、その独特な生態で人気が高く、フィッシュウォッチングの対象となったり、各地の水族館で飼育されたりするほか、個人が、 観賞魚として飼育することも多い。ありがとうございます。